日本栃木県宇都宮市西原西原は栃木県宇都宮市の地名。西原一丁目、二丁目、三丁目が置かれている。郵便番号は320-0862。類似する町名である西原町は西原一丁目、二丁目、三丁目の源流ではあるが南方に離れた全く別の位置にある。宇都宮市街西部の住宅街の一角。北は 大館二丁目、西二丁目、東は西三丁目、一条三丁目、一条四丁目、南は新町一丁目、花園町、西は京町、六道町と接している。北から一丁目、二丁目、三丁目の順に位置している。東を抜けていく、宝来大国通りは、旧東京街道である。1964年までは、西原町の一部で、 住居表示実施により現在の西原一2に3丁目が成立した。西原2丁目の一向寺にある一向寺銅像、阿弥陀如来座像は重要文化財、汗かき、阿弥陀として有名。西原1丁目の南西にある六道交差点はかつて宇都宮城下の佐野口にあたり、佐野、三部方面の起点となっていた。現在は、主海道が西の桜通りへ移り、 起点も、滝谷町交差点などへ移行したことで、交通の要衝としての役目は失われた。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合の学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。